はい、一応アップデート確認、お願いします。本日送りました画像の、順番でいきます。まず、B ですね、B の状態、上だけの状態の時に、ずっと一緒にちょっと確認していただければと思うんですけれども、あれの上からいきます。B ボタン、B ボタンの短押しが、距離のホールドが、イエスで、クリアがノーということで、ホールドだけですね。短押しいきます。はい、短押しですね。ホールドだけ。20秒、ホールドしますが、ちょっと時間の都合、割愛します。次が、B ボタン長押しが、距離のホールドイエス、クリアイエス、ホールドしてなおかつクリアもされるということですね。B ボタン長押しいきます。はい、ホールドしても裏ではクリアされてます。これも時間の都合省略しましてクリアされてますね。はい、で次が、この状態で A ですね。この動いてない方の A は、短押しで、ホールドもしないで、クリアだけです。はい、クリアだけですね。で長押しも同じですね。でちょっと今、暫定的にちょっと距離を進めないと分かんないんでこういう状態ですね。この状態で、A ボタン長押しで距離のホールドしないでクリアがイエス、同じですね。長押しでクリア。まあ、あまりこの機能は使わないと思うんですけれども。まあ、こんな感じが一応 B の状態ですね。で、A の状態、今のの逆になります。これで、長押しで、まあ、ホールドしてクリアしてますね。で、短押しで、ホールドして、クリアしないということですね。はい。という形になります。で、反対側が、ホールドしないでクリア。どっちもですね。ホールドしないで、長押しでもクリア。ということですね。で、今ちょっと長押しのタイミングなんですけれども、距離の計測の、都合ですね。間が途切れるとまずいと思うんで、長押しでも押した時点が基準になります。で、長押しで、クリアされてるということですね。ですから、押して、離したところがゼロじゃなくてですね、この状態で押したところがもうゼロです。で、あとは長押しをして、こういう状態ですね。になりますのでご注意ください。あと、真ん中ですね。A と B の時は、いずれも短押し、もしくは長押しでクリアですね。今ちょっとクリアされてますけど、距離が進んじゃったんで、この辺の方がわかりやすいかな。長押しですね。で、これも同じですね。クリアですね。で、長押しでもやっぱり同じです。長押しします。長押しでクリアということですね。まあ、この辺は普通にトリップメーターとして使えると思います。こういう感じですね。以上になります。これでおそらく、この今日ですね、画像の、要望の機能としては、備わってると思います。時計の方も見ていただいている通り、特に今のところは問題なく表示されております。よろしければ、これでお送りしますので、ご確認の方よろしくお願いします。